今、与野党の職協会長幹事長会談が終わりました、冒頭、岡田民主党幹事長から、復興基本の成立に皆さんご尽力いただいて感謝をすると、会期の延長についてお諮りしたい、どういう考えで会期の延長をしたいかということについて、今日は提起をするが、何日ということを言うつもりはないと。 皆さんの意見を聞いて、明日、えー、会見延長幅については提供したいとで、どういう考えで会見庁長をお願いするかという点については、東日本大震災、原発事故、こういう、うん、重大な事態の下で、二次補正の編成をやると、さらに本格的な復興予算としての三次補正を視野において、えー 会見上お願いいしたいとなお、菅総理は二次補正への編成と、交際特例法の成立、えー、固定化買い取りのためのいわゆる再生可能エネルギーの法案に強い関心を示していると、まあ、案にこの3つが通ったら、 限界にですけどね、これ、えー、やめるということもありうるんではないかということです、やめる、やめないという表現はありませんでした、三次補正と総理がいつやめるかは別の問題であるという言い方もありました、まあ、各党がどういうことを言ったかというのも各党に聞いていただきたいと思うんですけれども、私の方からは、うん政権党である民主党が、会見庁をお願いしたいということを言う以上、 何のためにいつまで会見庁をしたいのかということを言うべきであるとで、何のためにという大まかな話はあったけれども、いつまでにということがどうして今日提起できないのかと、皆さんの意見を聞いて、その上で明日というのはなんか民主的なようだけども、政権党としてあまりにも主体性がなさすぎると、会見庁を提起して各党にお願いする以上、何のためにいつまでと。 ということをきちんと提起すべきではないかと、それないと検討のしようがないと、ただ一般論で言えば、我が党の基本的な立場は以前から言っているように、被災者の生活となりわいの再建、その基盤をきちんと回復していく上で国が責任を果たすそのための必要な本格的な補正予算の確立、原子力災害の被害の補償の問題、 原発からの撤退などをめぐる議論を本格的にやるために一定の幅の会見場必要だとしっかりした議論ができる一定の幅の会見場必要だというのは我が党の考えだけどどうしていつまでにということが言えないのかと、まあ、いうことを言いました、えー、そうしましたらあ岡田幹事長からは えー、第二次補正、えー、第3次補正予算については、8月のお盆明けから8月末までぐらいに、えー、編成して国会に提出することを予定していると、したがって10月の初めから中旬まで、4か月近い会期延長を考えているけれども、それは今日皆さんのご意見を伺った上で、明日 11時半からもう一度与野党の幹事長職局長会談を開いて提起をしたいとそれはもう通告の場であってなんかその会期幅をそこで決定したりする期間ではありませんから、うん、政府としては民主党としてはこう考えるという提起が朝あるというのが、えー、今日の提起でありましたあの具体的な提起はまだありませんので 明日の定期があった段階で我が党はその会見長とその幅については態度を決めたいとそれがあの今日の与野党幹事長会談の状況であります皆さんからその件に関して何かありました <coughs> どうぞ うん、岡田さんの三次補正にえ、今、ご紹介になっていというのは、はいはい、これは一度だけ結局の問いかけに対して岡田さんが,たうがすそうですそうですそ答あの三次補正は最初からおっしゃってましたあのいつ頃までということについて、何にも言わないというのは、検討のしようがないし、無責任じゃないかと、見識がないと、主体性がないといったことについて、うん、そうです。そ,その私の私問いに 最初は答えなかったんですけど、それはどうなんですかと聞いたら、そういう、でそれが民主党全体の考えなのか、岡田さんの考えなのか、えー、ただまあ、ここから先は推測ですから、まあ、やめておきますけど、はい、どうぞ。はい。今、あの政府予党の方で、はいえー、税と社会保障の一体化率、所得税率を2015年度までの10%で高めているという議論が大詰めになっておりました。はいはい 今日決定されるとどうかはちょっとまた予断を許さない状況であるのですが、ええ、改めてこの状況を含えてですね社会保障改革に関する集中検討会議が発表した社会保障改革案を見ますとです、ね、今言われたように2015年度までに段階的に消費税を10%まで引き上げるということを明記をしています。でこのの改革案の内容を見ますと、 消費税増税5%だとすると約13兆円です。でところがそれによって実施されるとされている社会保障の拡充は2.7兆円で消費税1%分にすぎません。結局、社会保障を口実にして5%の増税を打ち出しておきながら社会保障の拡充はわずか1%。しかもこれも保障の限りではありません。で、かつ この案について財界からは、痛みを伴う改革という点でも極めて不十分だという声も上がってます、あの1%の拡充すら幻に終わる可能性があると、でさらにあの社会保障改革案、呼んでみますと、医療費のさらなる負担増、今年の年金の支給開始年齢の引き上げ、から生活保護制度の支給額の引き下げ、 など、まあ、大解約までうたわれています。要するに、社会保障拡充どころか、社会保障の大解約と消費税の増税だけが残るというのが本質だと思います。しかも、社会保障給付に要する公費負担は、消費税を主要な財源としてするということは、再現なき消費税の増税と、さらに増税が 続くという道で、もう断固反対だと、社会保障を切り捨てておきながら、社会保障拡充を口実,実に消費税の増税ぞやると、こういう道は間違っているというのが、この立場で、えー、国会の場でもどうぞと論戦し、国民世論も盛り上げていきたいと思ってます。からあの、こういう機会ですので、少しあの私の方から、えー。 まあ、震災発生後お3か月余りが経過をしたわけですけれどもこの間の日本共産党の救援と復興活動について、えー、若干整理をしましたので、あのー、どういう特徴があるかということについて、えー、皆さんに説明しておきたいというふうに思います。あのー この3か月間です、ね、まあ、被災地の党組織は、こう自ら被災した困難な中で、えー、近県の応援も得て、震災直後から全力で救援活動に取り組んできました、わが党は現在、都道府県委員会ごとに、どの都道府県は被災地のどの地域自治体を担当するかということを決めて、まあ、息の長い支援体制を組んで、全国的な救援・復興活動を進めています。 でまず一つはですね、日本共産党中央委員会に寄せられた救援募金、これは6月19日現在、6億7000万円を超えましたで、これらは82の自治体、22の農業協同組合、46の漁業協同組合へ義援金として届けました。で加えて 各地の党員のつながり化した義援金や救援物資などの支援も行われているというのが一つです。二つ目に被災地被災者の要求実現の取り組みですが、えー、震災発生直後から国会議員を先頭に現地調査を行いました。まあ、市委員長を団長にする現地訪問団も組織して自治体や農協、漁協へ義援金を届けて 現地の要望もお聞きしましたそれらを踏まえて第1次第2次の提言をまとめて官首相にも提起し国会質問要請行動で従来の制度の枠を超えた機敏な対応を求めて改善を図ってきましたでその中で実現したいくつかの項目は皆さんの手元にお配りしたペーパーの中にその代表的なものを列挙しておきました それから3番目に被災地で活動した日本共産党のボランティアは延べ約6000人でありますこれは共産党員だけじゃなくて共産党が呼びかけて民主青年同盟の主催支持者などの皆さんにもボランティアに参加してもらって我が党が呼びかけてボランティアに参加した人が約延べで6000人でありますで現地で被災者の要求要望の聞き取りと お結びつけた支援物資のお届け隊の仕事、まあ、全国各地からワゴン車トラックに食料医療お日常生活用品などの救援物資を満載して中には10時間20時間かけて被災地に駆けつけていると、えー、主な活動としては炊き出し青空無料青空市だとかだから避難所だけではなくてです、ね、自宅で避難生活を送る人々の仮設住宅を訪ねたり えー、自宅を訪ねて、支援制度の活用の手引き、あるいは我が党のを渡し提言を渡して、まあ、被災者に寄り添って、要求や声を聞く訪問活動が大変喜ばれています、またあの軽トラック、乗用車、連動自転車、組み立て式自転車、バイク、パソコン、ミシン、ひまわりの種などが現地に届けられました。 からもう一つはあの、瓦礫の撤去と泥出し清掃作業ですね。これは大変現地で喜ばれて、うん、ここで頑張っていこうという勇気が出てきましたという声も寄せられています。またあの、専門性を発揮した活動ということで、看護師の当院による健康相談、美容師の資格を持つ当院がですね、え神、ー、を切るボランティア、山口県萩市からは、移動者による床屋さんボランティア、 が福島と岩手で活動しましたし、まあ、鏡の中の自分の顔を見てまだ頑張れると元気が湧いたとこれから口紅を引いて買い物に行く気持ちが生まれたと大変感謝されるそういうがれきとかです、ね、泥出しとか清掃作業だけじゃなくて専門性を生かした、えー、活動も大変喜ばれています。 弁護士やボランティアに参加した地方議員の協力による何でも相談会なども各地で行われてきました。で、ボランティアに参加した党員たちが地元に帰って、そのボランティアの報告会、ホームページ、ブログ、ニュース、活動報告集、都度へなどで報告を行って、えー、長期に継続した救援活動を行う結果を進めていると。主な 貸し取った成果その他はペーパーでお配りしたとおりですので省略しておきます、まあ、引き続き長期にわたった救援ボランティア活動を行っていきたいというふうに考えていますよろしいでしょうかじゃあ終わります